なに、どうした秀吉殿、元気がないの。元成殿、実は悩みがあっての。悩み、天下の豊臣秀吉の悩みとはちょっと興味深いの。一体どんな悩みかな。暇なんじゃ。暇？毎日毎日退屈でつまらぬ。何か楽しいことはないかの。これは聞かなければよかったの。そうじゃな、じゃ遊園地とかな、どうじゃ、ね、遊園地？うん、まあまあおじさん二人で遊園地に行ってね、まあ楽しいかどうかわからんがの。そうか、その手があったか。え、まさか採用されるとは。ならばどの遊園地に行く？そうではない、遊園地を作って金を稼ぐのじゃ。わしとしたことが余計なことを言ってしもった。遊園地を作ればたくさん人がやってくる。お土産売ったりレストランやホテルなども併設すれば5000万なんてあっという間じゃ。いやでも今さら普通の遊園地を作ったところで人がやってくるかの。わしにいい考えがある。いい考え。戦国時代をテーマにしたコンセプト遊園地を作るのじゃ。おお、秀吉殿にしてはなかなかいいアイディアじゃな。わしにしてはとはどういう意味じゃ。ああいや、そんなこと言ったかの。で具体的にはどうするんじゃ。遊園地の名前なんじゃが豊臣パークはどうじゃ。なんか地味じゃの。なんか平方パークみたいじゃ。ならば東京秀吉ランドじゃ。あ、それは完全にパクリだな。それ怒られるぞきっと。名前なんて後でつければ良いのじゃ。まずは遊園地のメインアトラクションジェットコースターじゃな。おお、それは楽しみじゃな。やはり戦国時代をテーマにしているから戦の中を駆け抜けるジェットコースターはどうじゃ。それはいいの、スリル満点じゃ。コースターが出発するとまずは弓矢隊が矢を放ってくる。あ、もう終わりじゃないかそれ。誰一人これ生き残れんぞそれじゃ。では遊園地の中に城を建てるのはどうじゃ。ああ、城があった方がいいの。まあ遊園地のシンボルになるからな。夜になると敵が攻めてきて城に火を放つんじゃよ。いやちょっと何をするんじゃそれ。ライトアップされて絶好のフォトスポットではないか。いやそれライトアップじゃない、ただの炎上じゃ。じゃあメリーゴーランドの馬を騎馬隊風にするのはどうじゃ。まあ一番しっくりはくるが、なんか急にしょぼくなったの。もちろん乗ってる時に敵が攻めてきて落馬する危険もある。いやだからなんで毎回敵が攻めてくるんじゃそれ。だって戦国時代なんだもん。なんだもんって。秀吉殿、遊園地と戦国時代は相性が悪いんじゃないか。せっかくキャラクターも作ってグッズも考えてたのにの。ほう、キャラクター、どんなキャラクターじゃ。秀吉ランドのメインキャラクター、ヒッピーマウスじゃ。絶対ダメ。